原の小僧どもがワフルドに近づいているらしいな。ワフルドには神の息吹が。大丈夫なか。確かにワフルドにはあの遺跡があったな。無名の小僧どもに利用できるとも思うが、万が一ということもある。ここは手を下した方がいいだろう。ではあの男を向かわせるか。ルフィ、しっかり。ね、もう怪獣に体を食いちぎられてなくてよかったわ。いや、怖えよ。そんな想像しちゃうかよ。わ、俺の子じゃねえ。見つけた時にはなかったな。まいったな、どこに行っちまったんだ。うわっ、ねえ、なんだこの島、どうなってんだよ。てっきりこれは空から降ってきた。なんだこりゃ。今これだ、中でなんか光ってみたいだぞ。信じがたいけど、雷が凍結されたもののようね。この地の一体昨日のお菓子の嵐の国に降ってきた氷見て、サニーも沈みかかってる。このままで出航はできねえ。ナミさん、ない、探さねえ。ナミさん、ソロとブックもいないぞ。どうするんだ、ルフィ。よし、フランキーはサニー号の修理を頼む。その間に他のみんなでナミたちを探しに行こう。ナミ、ゾロ、ブルック、おい、ブルック、ゾロー、ナミー、ブルック、ナミさん、ナミー、ブルック、いなくなっちまった奴らが心配だ。早いと見つけて。それに、サニー号の修理のために、
俺も一緒に行くぜ。この辺りには見当たらねえな。他のやつらのところに行ってみるか。ルフィ、よし行こう。この辺りには見当たらねえ。無事でいてくれよ、ナミさん。すぐに助けに行くからな。流れ着いていないようね。みんな全身バラバラに抱きついていないといいけど。雷雲がない空から落雷、考えられない現象ね。一体どういうことかしら。でも今みんなを探すことが先決ね。行きましょう、ルフィ。この辺、かすかに海の匂いがするぞ。本当か？波の匂いは、この洞窟についてる。俺たちより先に流れ着いてたのか。ナミさん、今行くからね。よし、行こう。行っちゃねえ、ルイ、反対側だ。よし、行くぞ。
なんだこいつら、あのゴリラの仲間か。さっさと終わってナミさんを助けに行くぞ。俺は負けねえ。まとめて下ろしてやるか。キャプテンウソップの一撃。ハリメルドするか。オラ。なんで急に襲いかけやがったんだ。あいつは別に何もしてねえぞ。また来るのかよ、しつこいな。よっぽど俺たちのことが気に入らねえみてえだな。覚悟しろよ。この子もの俺は。あいつら海賊出ていけって言ってた。ハッハッハ、嫌われたもんだな。さあな、今はナミさんを助けるのが先だ。そうだな、行こう。待て待って、ルフィ。な、そうか。ナミさんはこっちだ。ジョッパー、こいつも俺たちに出てけと言ってるのか。いや、腹減ったって言ってるぞ。敵意はなさそうね。なんだ、それなら道を開けてもらおうぜ。待って、ウソップ。どうした、チョッパー。敵意はないけど、食欲はあるみたいだ。うちのクルーに何してくれたんだ。ママになってねよ。
ゴムゴムのガソリンだ！仲間に何するんだ！大丈夫！これでみんな乗せる！よし、まとめてかかってこい！ゴムゴムのガソリンだ！俺は今までどれほどのピンチをくり抜けてきたと思ってんだ！あれぐらい余裕だぜ！なんだよ、いいか？食われるところ、あの鳥のくちばしで全身穴だらけの額にならなくてよかった。いや怖いわ。こっちで合ってんのか。うん、波の匂いがしてる。間違ったな。ここを登るかよ。ナミさんはこ先だ。行くぞ。つかねえのか。ほら、いいから走りやれ。ナミさん、今あなたもナイトが行くからね。はっ、近いぞ、もうすぐだ。助けるからね、ナナ。ナミさんに手出しやがったわ。おろっかゴリラ。なんだよ、またかよ。時計さ、あるこっちにもハサミじゃ。上等だ。どっかねえなら飛ばしていくぞ。この足でてめえも仕留める。Bye.
急ぐ。パオーム。俺が相手だ。アームポイント。まとめて下ろしてやるか。俺に任せろ。強い奴はいね。待ってルフィ、俺はち、よっしゃー、よーやったー。マリモの奴には負けぬ。シートを負担できるほど強くなるのね。俺が万能薬になるんだ。力がみなぎってきた。あとはブルックだけだ。迷子のマリモが帰ってきやった。誰が迷子だ。おめえだよクソマリモ。ナシとバイクラナミ、てめえクソゴリラ、今すぐ何か跳ねやれ。ナミの回復が優先よ。ありがとう、助かるわ。サンダーボルト、ケンパThank you.
ーチャージ、リングアーム。俺は諦めねえよ。ディアブルジャブプランバージュシュート。ブルジャンブプルミエルアッシュ。生きてやるか。俺は諦めが悪いんだ。まずいわね、こいつ強い。ミラージュ。ブルチェンブプルミエルアッシュ。ありがとう。なよし、海の一流国は技も冴えてこ、ここまで腕が上がるとは自分でも驚く。サイボーグフランキーの進化。ナミさん、よっかー、向かおい、ご苦労。マジじゃねえよ、ソケンシ。すげえな、クラクタが山積みだぞ。あいつが溜め込んだのか。これは、どうした、フラッキー。コードもサイズも申し分ねえな。こいつは船の種類にちょうどいい。俺はこっちでサニーを直すぜ。他に船のように適した樹木を茂っている可能性があるわね。さすがロビンちゃんだ。探してみるか。水や食料も確保しないとな。聞いた通りよ。この島を探りに行きましょう。どこにもねえな。俺の帽子どこ行っちゃうんだ。おい待てよルフィ。迷子になっても知らねえぞ。山が言うな。まだ見つかってないのはルックか。あいつどこにいるんだ。よっ皆さん、私はここですよ。お、どうしたのブルック。サニー号が海面に抱きつけられた衝撃で肉体と魂が分離してしまいまして、肉体だけ海の底に沈んでしまったようなのです。で、私骸骨だから肉なんですけど。よっこの辺りの潮から見てかなり水深がありそうね。海の底じゃサニー号とシャクサブマージ3号が直らないとどうにもならないわ。サニーがおったらすぐに探しに行くから。よっ恐れ入ります。まさかあれが海賊。こうしてルフィたちは謎の島の冒険を開始する。
事の起こりはその前日、ルフィたちの乗るサウダン・サニーゴは謎の島へ向かい、順調に航海を進めている。見ろよ、あの島、でけえ棒がいっぱい立ってる。そこ伸びてるあの光はなんだ。おっしょ、そうだ、行ってみよう。ちょっと待ってルフィ、変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。あの男は島に着いたのか。間もなくだ。急がせる必要があるな。あの一味にはニコロビがいるのだ。そうだルフィ、思い出した。あんたの帽子、女の子が持ってるのを見たのよ。本当かナミ。島に流れ着いてすぐ小浜よ。でもその後すぐにあのゴリラに捕まったから、女の子がどこに行ったかわからなくて。じゃあ島にはあるんだな。ありがとう。よし、探しに行くぞ。冒険開始だ。